俺が歓喜行こう。軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくなり、五色の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。父上、兄上、呂蒙が死にました。また一人孫悟を支える者を失ってしまいました。そして曹操、一代の英傑がこの世を去りました。おかしなものです。あれほど恐れ憎んだ敵だというのに、いなくなってみれば寂しささえ感じます。同じ時を生きた者が死ぬたびにそう思うのです。そして今度は劉備と戦わねばなりません。劉備のもとには将校がいます。もしも将校と戦うことになったら、その時私は、殿、蜀の大軍勢がこちらに向けて進軍中です。怒りに任せて突き進んでいるようで、これは負ければひどいことになるでしょうな。分かっている。慶州で関を打った時こうなることもまた覚悟していた。リクソン、はっ、お前に全軍の指揮を任せる。大都督として皆を率いよ。私でよろしいのですか。異例の大抜擢だな。本当に大丈夫か。俺はちょっと不安だぞ。リクソンですか。実績では俺も負けていないはずですけど。捕らえてくれ主膳。リクソンには関羽討伐で呂蒙を支えた功がある。その治癒も皆の知るところとなった。この戦はリクソンの才を信じ任せたい。皆もよく支えてやってくれ。わかりました。今回はリクソンに譲ります。ありがとうございます主膳殿。殿、陸白玄大都督の任拝命いたします。しかし殿、よろしいのですか。敵方には姫様が。敵が誰であろうと孫悟を脅かす者は粉砕する。たとえそれが我が妹であってもだ。孫権様、どうも殿らしくないね。表情も変えずにああも言い切るなんて。それだけこの喧嘩がやべえってことだろう。覚悟を決めねばな。何があろうと孫悟は守り抜く。
自分たちがいる限りそれは絶対だ。うん、亡き呂蒙殿の分まで死力を尽くすのみ。敵が誰であろうと粉砕するか。いや、それは正しいんだろうけどな。なんだか曹操の言葉に聞こえてな。いや、無理をしているからそういう言葉が出てしまってるのか。殿、自分で背負おうとするものに押しつぶされなきゃいいんだが。皆さん、準備はよろしいですか。食軍はもう間近まで迫っています。速やかに迎撃しましょう。無理はするなよ、陸さん。何かあれば遠慮なく俺を頼ってくれ。ありがとうございます、関東殿。ですが、任された務めは果たします。そう言うからには策はちゃんと考えてあるんだろ。ええ、主膳殿。ここは私たちが得意な手で行きましょう。というとあれだな。分かってるじゃないか。早速燃えてきたぞ、リクさん。ええ、よろしくお願いします。なんだなんだ、俺たちは蚊帳の外か。二人の遊戯さながら炎のごとくか。まずは敵を引きつけてください。敵をこちらの領内深くまで誘い込み、敵陣が長く伸びたところを一気に叩きます。一気に叩く役目は主膳殿に担ってもらいます。なるほど、それじゃ俺たちも自分の役目を果たすとするか。帝府殿じゃないが若輩者のお手並み拝見だ。さあ行きましょう。私たちの力で孫悟を守るのです。食軍の猛攻から孫悟を守らなくては。医療へ向かい劉備を引きつけましょう。
ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。よし、ここで防御体制を取るのだ。おりゃ、おりゃ、おりゃ。わしらの弓を前に立っていられるかな。今こそ敵の要所を叩く。よくのじいさん、手ごわかったな。なんとなく郊外を思い出したぞ。兵糧庫は防衛できた。これでイリオに兵糧を送れるぞ。勝った。これで一安心だな。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。リクソンなど諸星上がりの若輩者、大都督という大任を果たせるか甚だ疑問です。現に職の猛攻を受けても動こうとせず、諸将からは不満の声も上がっている様子。足並みが揃わぬうちは進軍などできませぬ。皆がリクソンを信じるというなら話は別ですが。兵糧庫が職軍の奇襲を受けた模様ですが、リクソン様の指示で事なきを得ました。ほう、存外戦況をよく見ているようだ。狙うはあの地だ。行くぞ。
敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先はあの手にも阻ませぬ。お見事です。私も見習わなければ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。医療を目前にして敗れるとは。関羽殿と張飛殿の敵を討ちたかった。敵将討ち取ったぞ。その勇士に惚れ込みそうです。ああ、俺はすぐに。敵の痛いところをついて狙うはあの地だ。行くぞ。進むだろう。我らでリクソン殿のお役に立てて何よりだ。勝った。で、一安心だな。筋金入りですな。自分も見習う所存です。リクソンを信頼している者もいる。リクソンは信頼に足る男のようです。私の不明でした。これより諸将を率いて医療へ進軍します。大都督の指揮のもと一丸となって戦いますぞ。ファン・ギコーが任務を成功させたぞ。鮮やかなお手並みですね。お見事です。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。手薄になっている要衝を守っておくべきだと思う。私たちで要衝を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。家計の準備が整うまで時を稼ぐのだ。防備を固め、劉備を引きつけよう。雲長、よく解く。お前たちの無念は必ず晴らす。孫悟の将兵は根絶やしにしてくれる。伝令、家計の準備は順調です。予定より早めに完了予定とのこと。
だ落ちぬか。四季より増援を呼び、さらに攻め立てよ。者ども、突撃せよ。背を上げて攻めかかるのだ。この戦い、腰を据えて挑む必要がある。補給部隊を呼べ。兵糧の確保を怠るな。申し上げます、兵糧庫より補給部隊が到着しました。よし、兵糧は確保できたな。皆、規制を上げよう。職を迎撃するのだ。士気が制圧されました。増援部隊の編成も困難とのこと。なんと士気が落ちただと。増援ばかりでなく配慮も断たれるとは。よし、ここで防御態勢を取るのだ。忘れられないようにしてやる。私が防御に当たるとしよう。どうだ、
その報いというのか。